2年連続でナルトのモーニングが舞台となりました。 G1 第66回四国地区選手権はラストカード優勝戦を迎えました。第12レース優勝戦対戦メンバーは1号艇中村日向、2号艇重成和人、3号艇中田源太、4号艇森高和真、5号艇三島誠司、6号艇岩崎芳美、以上の6選手が争います。インコースに構えていきます。ゆっくりと1号艇中村日向、昨年の地区戦は輸出3着でした。今年はポールポジションから G1 初優勝を狙います。人気の中心隣2コース2号艇の重成和人です。2日目から1着あるいは2着でまとめています。揺さぶりをかける2号艇重成、3コースには3号艇中田源太です。初日勝破装置を乗り越えるアクシデントをみじんも感じさせない準優まくり差し、3号艇の中田が3コース、4号艇の森高和真、4コースです。オール3連対継続中、地区戦初 V となると初 V を目指します。5コースは5号艇の三島誠司、3度目の四国チャンプに照準を合わせます。大外6コース6号艇岩崎芳美、2002年徳山女子王座以来の G1 ファイナル、チルト3度のセッティング、3対3枠番通り、進入インから1番と番3番ダッシュ、4番5番6番でスタートしました。4号艇森高、5号艇の三島、そして6号艇の岩崎、好スタート。一周一幕、1号艇の中村逃げるところ、3号艇の中田が幕に行って間狙った5号艇の三島、さらに内からは4号艇の森高、バックスレッジ押し切ってます。1号艇の中村1停止リード、3号艇の中田の内からは4号艇の森高、1停止2停止3、5号艇の三島、後方は6号艇の岩崎、2号艇の重成、スタートは正常でした。一周に回ったら3番4号艇の森高、内小さく回ってきますが外握っていった1号艇の中村、1号艇中村先頭、3停止4停止スタンド前先頭です。4号艇の森高は3番手、2番手3号艇の中田、3停止から4停止3、4号艇の森高は3番手です。2周1マーク、1号艇中村、3号艇の中田、そして3番手4号艇の森高、バックストレッチ上位体勢は1番3番4番の体勢、4番手5号艇の三島、2号艇の重成、最高峰は6号艇の岩崎、1号艇の中村リードを広げて先頭で2周2マークの旋回です。2番手は3号艇の中田、3番手4号艇の森高、2周2マークからスタンド前、レースこれから最終周回に入っていきます。人気に応えて押し切って先頭は1号艇の中村日向です。最終周回1マークの世界、3号艇中田、そして4号艇の森高、2番手3番手です。最後のバックストレッチ上位体勢は1番3番4番の体勢、4番手以降5号艇の三島、2号艇の重成、6号艇の岩崎が最高峰です。今大会絶好調大活躍の香川勢、その中で群を抜いて光っていました。5000番台初の G1 ウィナー誕生となりそう。最後の直線コース、香川の新星1号艇の中村日向、おめでとう。 G1 初制覇の5類優勝、3番中田、4番森高、5塁5番三島、2番の重成、ラストは6番の岩崎、5塁。チャンネル登録高評価しなはれ、さすれば今村復帰します。団長より。